どうもスクープ TV の寺井拓です。今回ね、まあすごい緊張感がある収録というか、まあ、この日のためにやってきたというか、ラクティビティ2ですよね今回。違う、新オムニバス。あんなにバズってたのにね、オムニバスなんで終わったんやろうね。というわけで200万チャレンジですか。まあそうですよね、僕は賛否両論系 YouTuber やと思うんですけどね、この P 部分が結構多めで、思うわけですよ、この業界人間性が多少あれでも出せばなんか認められるみたいな、なんかそういうとこあるんですよ。なんか多分そんなにいい人じゃないやろな、でも出てるからなんか神格化されてるみたいな、それいいんだなと思っていっぱい出そうと思って、いっぱい出していっぱい褒められたいです。まあ悩むところではあるんですけど、すごい悔いが残ってることがあって、まあ、唐揚げですよね。やっぱ皆さん知ってると思うんですけど、知らないですか。寺井と二郎が唐揚げをただただたくさん食べただけの回ジャンバリの中で伝説になって なってない。だからもうそれが悔しいんですよね。二郎と結構おもろいことを動画でやったはずなんですけど、ジャンバリの視聴者さんにもまだ見ていただけてないと思うんで、ほんま見てる人一人ずつにもう1000円あげます。はい、だから見てください動画見てください動画見てくださいやっぱ頑張ったことを見ていただきたいんだよね。はい、その本気ですよ。まあ24人参加者がいるんですよね。そう、24分の1になるっていうのは普通のことをしちゃいけないと思うんですよ。例えば、まあ、その荒い台に行ってめっちゃ出すっていうのが、まあ、鉄板やと思うんですけど、僕はそんなもうセオリー通りにはいかないんで、まあこれ多分誰も打たないと思うんですけど、からくりサーカス、はい、これまあ多分あんまり単価みんな多分ね他の台行くと思うんですけど、まあ、僕はからくりサーカスで一回攻めてみようかなっていう、ちょっとまあマイナーな台かもしれないですけど、はい、やっぱ誰もしたことないことで勝つのが僕のやり方なんで、はい、これでいきたいと思います。1台回すよりかは何台か回した方がいいと思うんで、掛け持ちしたいと思います。これでもう1台ぐらい空いてるか、からくり取れたら十分や。1回じゃサマイで勝敗決まるみたいなんで、立ち回りも大事だと思うんですけど、一発からくりで様子見たいと思います。しゃあ、これって24人中23人がマイナスやったら今俺この時点で優勝ってことってことよね。サマイで1位やから、じゃあこのままでもそんなに、わーっと、びっくりした。1ゲーム目で優勝でいいやん、もうこれびっくりした。あ、行ってほしいな。朝一チャンス目引いて、その時点で、まあ、モード以降は優遇、まあ、天国の可能性も大いにあったんですけども、天国はなく、早めのチャンスもなく、まあ、あのチャンス目はほとんど意味なかったって言ったらあれやけど、まあ、B 以上にはいるってのは分かってるんですけども、今斜め前ぐらいのからくりサーカスがちらちら見えてるんですけど、そこにプライベートペロリナもいて、はい、なんかついてきてどうしてもパッツル打ちたいと、でまたからくり打ってるんですけど、朝から信じられんぐらいハマってました。はい、もう こっちの方でも嫌な光景が今ね、僕はね、この企画のお金で売ってるんですけど、寺井家の家計はすごい身近なところで圧迫されていってます。はい、大丈夫ですかあれ大丈夫かしら。あ、そりゃそうよね。はあ、はい、
大丈夫です。はあ、なんかあたった時にねため息つき始めたらもう終わりやと思うんですけど、これはもうはあですね。はあ、頼む、頑張れ、よし、もう決めよう、すぐ決める、すぐ行く、しんどいなあ。あ、追加投資でございます。これ最後にしよう、もう今2万2000投資、はあ、追い詰められた、頼む、へい、どうしよっかいやー、しのがんでたけど、いやこれマジ AT 入るまでに5万は使うな。あれ通らんかったら終わりや。でも多分4万5千ぐらい使ってんで予想、えもういってるかな。あ、いった、いった、あぶねー。いや心配してる場合ちゃうねん。おそらく人類史上最速の5枚目じゃないですかね。これ、え、今4万使ってチャンスの1回のみってこと、ほんまに法的に許されてるたい、これ。いや、えらいことになりました、ほんまに。今ね、200万取りに行くぞよりも自分の金ちゃうくてよかったの方が上に来ちゃっててよかったよかったって違う違う、後ろ向きすぎるって。さあ、もう信じられんぐらい金使ってます。4万9000投資ですね。ああ、ああ、でこれで直撃か。ああ、 C の示唆は出てて、でもなんかややわ、お情けみたいな当たり、なんか自分でチャンスを通してさ、おりゃーってしてよ、こんなもんもうほぼ天井みてえなよ嬉しくねー。実際のゲーム数816ゲーム、液晶上1147、AT 間1453ゲームですね。もうこれで出さんかったらもう終わりです、寺井拓のドリームは。やるしかね、まあ、ジャンバリーをね、部長の皆様、まあ、寺井拓のことあんま知らない人もいると思います。見せます、もう男は一発の AT で十分やと。アテライタクさんってこんな人なんやっていうのをもうこの AT で見せます。大丈夫大丈夫大丈夫、下バネが消えてやがる。はあ、よっしゃ、はい、なんぼのんの3桁を買ってるけど、よし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 、引き合い、ファースト引き合いです。初めて下パに消えたかもな。よっしゃ、ようやったようやった。こんな下パに消える台ちゃうねんけどな。よし、セット数ありと、お見事。この余裕があるうちに決めてしまおう。あー、青いな、止まって、よし、真ん中に止まって、よしよしよし、いい流れはこっちや。あー、なんかすごいいろいろ引いてくるね。チャンス目で、はい、20で、さあこれジャッジあるかどうかですよ。チャンス目から 40% 引けてるかどうか。よし、着地ありがとう、一個一個のレア役に感謝。上がって、あっと、あの着地で上がってくれていればこの強制で劇場ジャッジ 100% いってくれてる。仮に上がってなくても 40% でジャッジ、そしてなんかゲーム数での抽選もある。
あ、着地で上がってて強調させるパターンじゃないの？どう？鉄品さんですね。ほんでまた引く、すぐ引く、完全に噛み合い始めている俺の歯車が。はい、黒い波が出てます。よし、これ通したらほんまあるな。いっぱい引こう、いっぱいいろいろ引こう。ここでもうヒート1個。あよし、いやもうこの先10年レア役引かんでええわ、今日全部行こう。この後引く10年のレア役今日全部行こう。そしたらこの先200万以上負けるな。 やっぱそれやめとこう。それやりすぎ、ほどほどに、でも全力で。はい、100で1個通しましたよと。で残りが400枚弱。やっぱジャンバリのネオジローとしてやっぱこれからねやっていきたいんで。はい、ジロー、おーっとネオジローや、完全に覚醒してる俺の中のジローが。さあジャッジよ、通すよ2連続。あのね、多分ここ突破したらね、さすがに運命の一撃まで行くと思うの。枚数も結構あるしセット数もあるんで。いや、このジャッジが本当に今日のジャッジになるのではないかなと。よし、ナイスリプレイ、リプレイ大好き。決めます、ゲーレグレグレッと。よっしゃー、あれをよく引いてたの。あ、完璧や、もうパーフェクトからくりサーカスです。いや、ぐるぐるドン出しちゃってるもんな。あ、さあ2発目。はい、あと一発でいい。わあ、ありがとう。わあ、嬉しい、弱地50枚嬉しい。青ばっかりやけども案外止まる。よし、わあ、わあ、ああ40%といてよー。あーつ、俺決めちゃうかも。決めちゃうって言っとくけど、この激動だしどうこうじゃないよ。200万決めちゃうかもってことやからね。さあ、よし、よう引けてる今日。なんかあっさり行きそうな気もするな。あっさり3分の3で突破してます。そんな男が運命の一撃ミスると思う？これ今日行くぞ。今まで負けてた分全部取り返すぞこれで。はい、100、それはいいよ。さあこれで、はい、もう3パス突破したんで、よいしょ、ありがとう。あら、あらららら、あららの強チリ。あら、え、なんだレア役が吸い付いてくる。俺がレア役を引いてるんじゃなくて、レア役の方から俺の方に来るぞ。
取ってないかな。あ、2連続で敵で、はいはい、よいしょ。ジャッジ、ジャクチェね、はい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 。あ、泡もすごい引く、すごく早く引く。大丈夫やろこれも。はい、普通にレバーオン、よいしょ。はい綺麗綺麗なパツロ、意のままやん。ジャンバリ向いてるんかな、やっぱ強えなこういうの。いや、ありがとうございます皆さん、見ていただいてて。もっとすごいの見せますから。さあ、まずははい、100乗っけといて、こっから運命連鎖でございます。超からクリオサーカスをかけた、まあチャンスゾーンみたいなところですかね。1ゲーム目から青か。引きゃいい。すみません、インチキみたいな気してます決まった、寺井拓選手ゴール。あんなに苦しかったのに。はい、超からくりサーカスでございます。残りゲームが700枚もありますから、こっから順増が、爆裂アップしまして、まあ、出るの早い、そして上乗せは全部3桁ということですね。むちゃくちゃです。持ってこい。あ、今のなんか変やったね。よっしゃ、なんかじゃなかったもんね今。収支管理アプリ Pマネー登場。 Pマネーには誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載。私たちもナビゲーターとして活躍中。皆さんダウンロードお願いします。